はい、はい、本日はこちらです、うん、グラスですね、はい、グラスのご紹介をしようと思います。はい、はい、まあウイスキーのグラスなんですけど、うん、ネットでもね購入できると思うんですけどね、うん、あのグレンケアンとかとちょっと比べていきたいなと思います。なるほど。はい、というわけで今日も行ってみよ う、 見よう。はい、というわけで皆様おなじみグレンケアン、うん、見たことない人もいると思いますが、こういう形状しております。よくバーとかでね、うん、はい、出てきますし、ご自宅でも全然使いやすい千何本のグラスですよね。そうですね、初めてのグラス選びは、はい、これで、まあ、間違いないでしょう。間違いないでしょう。有名なグラスですよね。はい、で今回のグラスはキキさんってとこのグラスですか。これ、うん、ジャパンハンドメイン入ってますね。はい、でこれがどうしたかっていうとですね、これね、うん、あのいただいたんですよ、うん、はい、でどんな形状してるかっていうと、お、何こう袋に入ってるの、これかわいい、スタイルに開けて、ね、こう袋に入っていて、なんか旅行に行くときにアメニティを入れる袋みたいな、うんうんうん、こんな感じだ。プラスちょっと曇っちゃってますね。うん、ちょっとね、まあ、まあ、今洗いますがちょっと曇ってますけど、深いね、うん、比べると、うん、洗いましょう一回。はい、はい、洗いました。はい、ね、綺麗ですね。冊子にはなんかウイスキーの楽しみ方みたいなのが載ってるっぽいですよ、これ。なんかパスポートみたいですね。うん、なんかウイスキーのストレートを美味しく飲むためにみたいな、強い香りがしない空間を選びましょうとかね、はい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 、でチェイサーを用意しましょうというね、まあ、水ですね、うん、あとウイスキーを注いでってどうするかみたいなのがなんか書いてありますね、うん、満腹時は避けようとか、なんかいろいろ楽しみ方がね、こと細かに書いてあるんですね、はいはい、これで、こっちの白い冊子の方は、あ、これの形状のですね、リムはギリギリまで薄く作ってるそうですよ。うん、確かにグレンケアに比べたらちょっと薄いですね。うん、はい、深い返しを作り、マイルドな口当たりを実現。これ口の部分ですね。 OK、 広くトップノートを拾いやすい形状。トップノートってのは、ね、最初の香りの部分ですよね、うん、はい、を拾いやすくしてるそうです。鼻をすっぽりと覆うことができて、より多くのフレーバーを捉えることができると、はい、まあ、確かにね、鼻でガーンといけますからね。で、ボール、この下の部分、これボールって言います。ね、重心と角度を計算し、圧倒的に軽快で滑らかなスワリングが可能。うーん、洗う時も最適な深さですよ、なんていうふうに書いてあります。そしてステム、ステムはここです。もう、ね、もう手に持つ部分ですね、うん、ステム。折れにくさと取り回しの良さ、安全面と切れ目を両立させた短くてやや太めのステムということで、うん、確かに感じですよ、はい、うん、でね、詳しいことはあとはホームページにね載ってますから、はい、概要欄にね貼っときますんで、うん、ぜひそちらご覧いただければいいかなと思います。なんかあれですね、案件みたいになってますね。ですね、うん、全然案件じゃないですけど。案件じゃないです、今すぐ割ったっていいぐらい。まあ確かに。怒られる、また怒られるよね。ダメダメです、作った人に怒られるよね。そういうこと言っちゃいけないんです。そういうこと言っちゃいけない。いわちゃん、そういうこと言うんじゃないよ。怒られて、いわちゃんもうすぐそういうこと言うんだよ。ラフライグレー、ラフライグレー、ラフライグレー、いきますか。いきます、ちょんちょんといきます。ちょんちょんとね。さあやってまいりました。おい、では香りの違いを見ていきましょう。おい、はい、あ、いいね、久々に嗅ぎましたが、すごくいい香りですね、うん、あ、なんだろうな、広いね。これダバッと入れた方がいいね。もうちょっと入れた方がいいんだよね、本当はな。多分そうですね、うん、少しだとやっぱ感じづらくなっちゃうんだよね。なんか塩味とかを強く感じるね、海藻的な部分を強く感じてる気がしますね、こっちの方が。確かにグレンケアンは何でしょう、まろやか、まろやか、甘さとか。そうですね、確かにブランデーグラスとか、うんうん、なんかそういうので香り嗅いだ時ってこういうような感じ方する。ちょっと広いよね、い、まあ、印象的に。これね、書いてあるんですよ、ピートに寄ってないんですよ、グラフが。そうなの。そうなの、多分これ作ってる側も分かってるんでしょうね。あ、これなんかグラフがあるんだね。そう、適したウイスキーのタイプっていう冊子がついてるんですよ。おー、なんと今見ましたけど、今ここにポンと載せますね。なんとピートに全く寄ってねえ、これ。
シェリーがいいんだね。シェリー由来で、シェリーで度数が低いもん。度数がまあ40度ぐらいで長熟。長熟、うん、だシェリーの長熟がいいってことだな。そうですね、そりゃそうですよ、こんな形だもん。あ、なるほどな。これね、こうしてた方がいいですよ、しばらく。しばらく、ね、うん、これは本当にちゃんと香りをこういきたいんだったら、うん、しばらくこう仕上げるとよくてですね、でこれでこう香りを蓋をして、うん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 、確かにそうだ ね、 うだね、あの感じるところは、うん、なんだフルーティーな部分というか、うん、フレッシュな感じのところが確かに感じやすいですね。いいですね、うん、そう考えるとやっぱシェリーのこのグラフ通りなのかもしれないですね。ちょっと味の違いを、はい、うまいな。久しぶりすごい久しぶりに飲んだうまいね。久しぶり飲むとうまいし、やっぱ若干こう涼しくなってきてうまくなってる、ね、うまくなってる。やっぱ冬場に向かってうまいからね、うん、うまいですね、うん、冬が一番いいと思う。そうなんですよ、うん、ではこちら、あ、うん、なるほど、優しくしちゃうね。そうね、なんちゅうかな、そのね、長くなくなってしまうんですよ。短くはなるかな。あの全体にこう口の中でバッと広がるのが早いですから、うん、こっちはさ、この形状で全然違ってくるんですけど、こっちは細く長くこう入ってきて奥で広がるので長いですよね。こっちは当然広いですから、広めに入ってきて広く手前で広がっちゃうから短く感じやすいかもしれないですけど、その分さっぱり飲めるかもしれないですね。そうですね、うん、やっぱグラスってすごいよね。その分では確かに長熟って合ってますよ。長熟を細く長く捉えると甘ったるくなるんですよ。しつこく感じちゃうね。そう、こっちだったら確かに美味しく飲めると思いますね、はい、うんうん、面白いですよね。やっぱグラスによってこんだけ違いますからね。それこそドシェリー、あー、どっしり、どっしりシェリー、ドシェリー、うん、うん、すごくいいと思いますし、ラフロイグシェリーフィニッシュ。そうですね、ラフロイグペドロヒメネス、ペドロヒメネス、まあ、もしかしたら合うんじゃない。なんかしつこいなとかちょっと思った気がしたけどね、これね、まあ、僕なんか甘くて好きなんですけど、あ、いい、いいよ、あ、なるほどね、いいんだよ、やっぱりあえて広いことがいいんだよ。マジっすか、うん、ちょっとだけ10年のシェリーフィニッシュを注いでもらえないですか。それちょっとリベンジしたいんですよ。あのね、俺ねこれもう飲んだよ、またリベンジした、うん、どうだった。ダメです、ね、そこ言いますけど、あー、そんなそんなうん、なんかね、いやらしくないんですよ。 PX の方はいい感じのブドウ感ですね。はい、熟れた果実のようなね、なるほど、そんな香りがねスッと入ってきて、あんましつこくないですよ。で、さらに木の感じいい感じに香ってると思います。ああ、やっぱしつこくないわ、全然。本当、うん、ちょっと飲んでみて。これはまずいんだもん、もともとこれもともとまずいんだだってうまいって言ってる人いっぱいいたよ。違うんだよ、多分 やられてんだよやられてんだよ、外れボトルなの、うん、いねてんですよ劣悪な環境の中運搬された絶対そう夏場に通販はダメだよ確かに。でも、まあ、言いたいことは分かる。でも、ゴムだよね。いや、まずい美味しいよ、PX。 ちょっといただきます。ちゃんと美味しい。あ、ちゃんと香りがいいよ、すごくいい PX。 でも、こんなしつこく終わらないんですよ。んー、あ、さっぱり終わってしまって。本当だ、アフターが嫌じゃない。嫌じゃないですよ、ね。まあ、緑は、ね、真ん中はね、やっぱそうですね、ね、きますけど、キュッてなるけど、やっぱその長くこう、うん、すごくならないですから、うん、長熟ものには本当合ってますね。長熟もの、本当シェリーもの、うん、合ってますね、これね、うん、美味しくいただけると思います。はい、というわけで本日はキキさんの、はい、うん、何でしたっけ、アロマグラスシリーズ、アロマグラスシリーズ、はい、をご紹介しました。はい、はい、アロマグラスベーシックっていう、アロマグラスベーシックか、うん、アロマグラスベーシックをご紹介しました、うん、はい、はい、まあ興味のある方はね、うん、はい、ちょっと試してみてはいかがかなと思います。はい、はい、というわけで今日はこの辺でまた、ありがとうございました。 ありがとうございました。 YouTube をご覧いただいてありがとうございます。この動画が良かったらグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。